お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのロイホグデッキやっていきたいなと思います。というわけで昨日からなんかめっちゃ強いロイジェ紹介したいんですけど、それと同じくらいこう何でもね勝てる、すごい最近流行ってるねこのロイホグをね今日使っていきたいなと思います。でスペルがクエイクとデリバリーですね。ロイフグだとよくファイブウッドの方とかもあるんですけども、クエイクなことによって施設の突破をしやすいっていうのがありますね。最近だと、ババコヤとかちょくちょく増えてきたんですね。ロイジェイがいるんで、そのロイに勝つためにババコヤが増えてて、で、そのババコヤに刺さりますよというようなクエイクでございます。で、クエイクだと、施設は突破できるんですけども、カウンターでね、ユニットたちがやっぱ残ってきちゃうわけですよ。クエイクだとね処理できないので、そこをデリバリーでポトンとね落として全回収、という感じでね、やっていくのがこのデッキかなと思います。で確証もないですし 100% でもないですし、多分なんですけども、多分でもないんですけど、多分かこのデッキミカンさん、みかん坊やさん、みかんさんが作ったデッキ説があります。僕の中でだけです、今んとこ。多分なんですよ。なんか、みかんさんがこのデッキを使ってから、すごいこのデッキが増えていったんですよ。それは事実で。でも、そのみかんさんがこのデッキを触る前に、誰かがこのデッキを作って、それをみかんさんが使って流行り出したっていう可能性もあるんですけど、その前は僕は知らないので、なんとも言えないんですけど、このデッキ全くいなかった時にみかんさんが使ってたので、違ったらごめんなさいですし、そうだったらそうだったって感じなんですけども、その中でね、もしかしたらみかんさんが作ったデッキと、いうわけでね、はい、今日は借ります、デッキ。よいしょ。違ったらいいや。というわけで、今相手がメガナイト咲いたので、なんか知らんけど、これ言ったら多分、勝ったっすよね。いや、草。ファイボいたわ、ファイボ。ファイボメガナイトインドラっていうと、わかんないっすね、こうなると。U のゴーストだったら、なんかメガナイトラムの、ファイボ型がすごいいるんですけど、メガナイト U ののインドラで、ファイボってなると、普通のメガラムの、メガラムっぽいですね。メガラムの、なんだ、ポイズンファイボにしちゃったよ、みたいな。そんな感じの方、かなって感じですね。ちょっとわかんないですね。で、メガナイトいるときは、基本的に自分からロイグ出さないか、出すとしてもセパレートかな。で、暇だった。ランボ？バルーン説もね、全然あるんですよね、マジで。なんかバルーンな気がするんですけどね、個人的にどうだろう。で、出すならセパで、これちょっと13悩みますよね。22だと絶対ハンター側にね、出してくると思うんですけど、よしよしよし。で、これ、ちょっと、キング起動します。で、キング起動して、上に釣って、時間稼ぎして、ハンター直当てして、よいしょ。あ、やべえ、これハンター高えな。ハンター2発で落とせるんですけど、気球。やったわ。ハンターの位置、マジで悪かったっすね。で、これまた1、3セパですね。この22だと、2体とハンターに絶対踏まれるんで、これがいいっすね。3、1が一番相手が困る攻め方。さあ、で、これは、ちょっと許容できそうですね。気持ち。よいしょ。いや、引っ張るな、引っ張るな、引っ張るな。ちょっと低めでね。一発当てればいい。オーケー。で、耐える。で、またこれ、セパーですね。なんなら固めてもいい気がしたけど。さあ、セパーで、左側にはカウンター来られていいので、左側をちょっとね、攻める感じでいきます。さあ、ちょっとやばいですね。気持ちね。ちょっとなんか、めんどくさいですね、この、相手の。相手の攻めが。あ、これやべ。釣れね。あぶね。タイルで、折り使ったので、ちょっとやばいが、あ、これクエイクで折りますね。クエイクのダメージ、マルチ、僕さっき覚えたんですよ。パズドラのカンスト値なので、297。プラス振るやつあるじゃないですか。最近マジで知らないんですけど、マジ8年とか、何年前だろう。僕が中1とかの頃に、一番最初、誰か、なんか、ちょうど始まって、中学と高校ぐらいかな、続いてたのが、そんな感じ。僕はあんましてなかったですけど、友達の借りてやってるぐらいでしたけど、そんな感じで、パズドラなんかプラスの値が297が最大値だったので、僕が知ってる時代ではね、はい。クエイクのダメージで297って感じですね。
非常に覚えやすいですね。はい。てなわけで、まあ、メガナイトへは、意外と勝てますね。なんか、なんなら相性いいまでありそう。というわけで、ございます。いや、マッチング長いの困りますね。何か雑談をしなきゃいけないじゃないですか。その使命感になってるのもあんま良くないんですけど、話すことないんですよね、マジで最近。クロロしてるだけなんで、何も話すことがないんですけども、まあ、強いて言うならば、AirPods Pro、わかりますかね？なんか白色のワイヤレスイヤホンですね。なんかナメクジって呼ばれてたっけ？なんか知らないんですけど、僕も。全然呼ばれてなかったら、ごめんなさい。なんか変な感じで呼ばれてましたよね。なんか、はい。あれを買いましたね。購入いたしまして、さっきっていうか今日、半日前に届きましたね。なので、家で出かけてもないのに家でワイヤレスイヤホンつけて、まあ、ちょっと過ごしたんですけども、まあまあまあ出かけてないんでわかんないですね。なんか雑音とかノイズキャンセルがすごいいいらしくて、まあ僕もイヤホンなかったんで、まあ、買ったんですけど、今回。相手が動いてほしいな、これ。まあ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 、とりあえず明日ね、こう出社の時につけていくのが非常に楽しみですね。まあみんなからなんて反応されるのかっていうのと、まあ単純にどんなね、性能なのかっていうのが、ちょっと気になるところではありますね。なんか、イヤホン。電車とか乗ってるとみんなワイヤレスイヤホン。そろそろ僕も時代に置いていかれるの嫌だなっていう感じでね、ポチっちゃいましたね。めったにあんま買い物しないんですけども、なんか、買っちゃおうってなりましたね。めったに買い物しないです。基本的にはマジで。ご飯にしかお金使わないんで僕。さあ、というわけで、まあ、クロロしていくだけですね。ババコヤトリトンなので、スケラ呼ぼ。ちょっと待って、めっちゃ降ってきたな。ああ、これスケドラ型、あれマスケハンターかな、なんかちょっと、なんか珍しいですね。マスケハンターかハンタースケドラのデリバリータルババ。なんかちょっと前がそうでしたよね。ちょっと前にあったババコヤスケラの、まあなんか残り物みたいな。そんな感じかな。で、まあ、クイック積極的に打っていって、まあトリトンでかな。基本的にトリトンでババコヤのババ回収していければ、ババコヤ気持ち餌になりますね。よいしょ。さあ、いや、そっち行っちゃうか、お前。で、これちょっと引っ張って、トリトンも呼んじゃいます。で、これデリとユニットで多分綺麗に守れます。とか、なんならやりゴブで結構守っていきたいですね、積極的には。で、ババコヤ、これ回ってんのかな、相手。とりあえずイモります。一生イモって、攻めれそうな時が来たら攻めるだけって感じですね。これも引っ張っちゃいます。いらっしゃい。よいしょ。で、これ、もう、セパ、生きていが、小屋置かれたんで、一回ちょっと待って。これ、なんなり神のヒースピ。神のヒースピ。おら！いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。で、ここで壊れるんで、攻めてあげて、まあ、タルババもあるんで、槍ゴブリンは追加しない感じですね。なかなか、相手の防衛が硬いですね。硬いんですけども、多分ね、勝てると思うんですよ。なんなら、あ、やべ。いや、まあ、これで、僕の方が回転早いので、まあ、デリバリー振らされるかな。多分振るしかできないんですよ、でも相手は。まあまあダメージ入るでしょ。思ってより入んねえな。デリバリー強くね。まあ、僕もデリバリーやるんで、あんまなんとも言えないんですけど。で、まあ、基本的に相手が攻めたいサイドの逆にやっぱ攻めたいので、こう、ユニットがね、残ってくるんで、まあ、左サイドの方が削られてるんで、右にクイックっていきます。で、まあ、あとはもうイモるだけなんですよね。イモってイモってイモって、ちゃんと防衛すれば負けないですからね、多分。で、デリバリーとヤリゴブリンでね、オッケーオッケーオッケー。あっちにポイズン使ってるので、このヤリゴブがね、頑張ってくれます。スケラーに対してヤリゴブが結構優秀なんでね。さあ、まあ、ここをちょっとババアの浮きを節約しつつ、多分ババコアなので食い食っちゃいますね。この真ん中ロイフグで、意外とこう、陸域温存とかできるんですよね。まあ、逆あミニペッカとか、まあ、そういうユニットでも全然できるんで、ぜひね、やってみてください。陸受けの節約になります。で、これ、もうこのやりこぶ出した瞬間にいろいろで攻めます。すると、まあ、相手がポイズン打ったらすぐなんで、単純に相手のコストがないって感じですね。まあ、僕も結構スケランダメージ受けちゃうんですけども、
こうやりゴブリン出してるんで、もうそれ以上何もできないって感じです。もう自分ができることは最大限やったので、まあ、あとは運に身を任せてポイッと攻めるだけで、一応ヒースピぐらいで回復してあげたらね、まあ、ダメージ入っちゃうんですけども、僕も攻めるタイミングが今しかないのでしょうがないって感じですね。さあ、であとはクエイク多分回すだけかな。いい気持ち、よいしょ。いや、これ攻めていいですね。もう一回デリバリー落とせるんで、相手攻めポイしたら、もう今、4コストでポイズン打ちましたって感じでね。さあ、グッドゲームというわけで、まあこう、スケラーとか、まあババコアスケラー、これはもし相手がボムタワーでもまあ一緒なんですけど、相手がポイズン打つタイミングっていうのは僕がユニット出したタイミングなので、まあ僕はこう、やりゴブとか、まあハンダーとかデリバリーとかで防衛ユニット出したら、もう僕は何もすることないので攻めちゃいますよっていう感じでね。攻めれば、結構勝てます。ってか、なんなら、このババコアスケラーが今、なんかね、ババコアスケラーと、ロイジャイと、まあ、このロイフグと、まあ、なんか、ちらほらクロスとかラバとか、まあ、いるんですけども、まあ、なんか、結構回ってますね。ロイジャイにはババコアスケラーで勝てて、でもババコアスケラーにはロイフグで勝てるよ。でも、ロイフグはそのロイジャイにはあんま勝てないよっていうような、感じの三角形になってる気がします。まあ、今思いついただけなんですけどね。はい。ってなわけで、さあ、ギャンガーですね。今回の相手は、コカッちゃんですね。まあ、ちなみに、今動画撮ってるときは、AirPods Pro ね、してないですね。していいのかな？なんかよくわかんないですよ。もしかして、なんか、音保存できてなかったとか、いろいろなんか面倒っちいことになったら嫌なんでね。はい。まあ、やば。これ、スケブかコウモリ来る。雪玉かヤナメか、いや、これ、ジェイボーラーっすよ、多分。やばい。待って。しかも、ジェイボーラースケラだ。やべえ、これ。まあ、でも、これは、多分、神の防衛をする必要がある。僕がね。僕が神の防衛をできれば、いや、いい。なんとも言えない防衛で耐えれそう。よい。お？クエグがめっちゃ強い。いや、いいですね。さあ、タワー1本折って、なんなら半分以上残ってるのは、超でかいですね。で、なんならこれ攻めていいですね。おいしょ。相手、ボーラーとかだったんで、ケツから組合、仲良く、後ろからゆっくりやってると、理不尽にね、僕のユニットたち転がされちゃうんで、まあ、積極的に攻めていった方がいいですね。攻めて、まあ、無理やりでもユニット探して、それを回収してってやった方がいいかな、と思います。で、キングに行くのはちげーかな、どうなんだろう。キングに行かないと右だけ削るのが結構渋いんですけども、まあどうだろうな。キングに行ったところで5000をてか、まあプレッシャー与えるにもそんななんない気がするんですよね。ちょっと悩みどころですね。で、ちょっとこれはトリトン、よいしょ。で、このタイミングぐらいでちょっと飛ばしたいですね、僕は。いやー、ちょっとなんか際だな。いや、これ耐えたいですね、ぶっちゃけ。オッケー。いや、なんか残ってるぞ、1体緑頑張ってる。で、多分、ボーラーがね、来るんですよね。いや、そうなんですよね。分かってました、僕は。オッケー。で、なんならこれで、いや、めっちゃ良くない？ちょっと今日抑えてる、まだある。で、まあ、やりこばし、ドンマイ。で、デリかな、あれデリで落とせるかな、よいしょ。デリ落としてヒースピ、まあまあまあ、ザップ使ったっけ相手、よく覚えてないけど。ヤリゴブリン、こういうね、コウモリとかにも優秀なんでね。オッケー。ナイスですね。これは結構すごい、自分でも思った。まあ最初に1本取れたのが結構でかかったですけど、なんで取れたかもちょっと思い出せないですね。まあ、てなわけで、防衛も強いですね。今回キング起動できてなかったんですけど、まあ、余裕があればキング起動はした方がいいですね。ちょっと余裕なかったっすね。なんか、こう、Jボールダクネいっぱい来ちゃったんで。まあ、できないときはとりあえず真ん中集めてって感じでね、やればいいかなと思います。はい。というわけで、ああ、もう一戦押しちゃった。もう、眠くなってきちゃいましたね。はい。というわけで、特になんもないんですけども、グローバル大会が終わっちゃいましたね。あとはもう1日とかで終わっちゃうんですけど、まあこの動画上がってるあと1時間後とかにはもう終わっちゃうんですけども、今回いい感じだったんですよね。なんか25の1ぐらいいったんですけど、25勝1敗ぐらいで
言ったけど、さっき4連敗して25の罰ゴヨついちゃいましたね。いやお前なんでっていうぐらい、なんか何使ってたっけ、忘れたな。ロイフグ使ってて、なんかラバの矢なめに当たって、あ勝てねえってなって、これかなんかラバのファイボとか、なんかラバルの結構ね意外ときつかったんですよね。まあ形によると思うんですけど、僕が当たった方のラバルに勝てなくて、うわーやめようと思ってデッキ変え、ロイジェイかなんかに変えたら、今回ババクスケラ引いて、うわマジかと思ってロイフグにしたら、また今回ラバルに当たって、でじゃあ違うのにしようって変えたら、またなんかやばいな当たって、まあそこで勝てるようにもなんないといけないんですけど、なんか神の4連敗しましたね。せっかく25の1でウキウキだったらがもう地獄ですよね。悩ましたねさすがに、という感じで、グロタイナー1位取ってみたいですね。1桁はなんかあるんですけど、5位か、5位、僕一生5位取ってる人なんですね。5位なら何回も取ったことあるみたいな、そんな感じの人です。よいしょ。さあここは結構いいカウンターじゃないのか。あーこのヤリゴブリン処理の取るね、ちょっとうまいですね、さすがにうまいで、これはあれですね、クロスに、あ2発ぐらい、もう1発、いや惜しいな。これは、一生イモられてロケ削りされると負けますね。攻めクロスされると、まあ、クエイクで壊せるんで大丈夫って感じですね。僕が攻めるまでテスラ置いて、なんか待ったれたりとかされると結構きつい。なんか、クエイク持ってるとクロスにめっちゃ相性いいって思われがちなんですけど、まあ、そんなこともないんですよね。なんか意外と。クロス強いっすね。個人的に加工してほしい。クロス使わないっていうのもあるんですけど。なんかクロスと他のクロスメタかのクエイクとかが強化されたんですけど、なんかクロスのなんだろう、クロスだけ加工されず、クロスメタのクエイク加工、マスケ加工とかスケドラ加工とか、なんかそんな感じでちょっとクロス得してるんですよ実はあいつ陰で。なのでちょっと個人的にちょっと許せないですね、個人的にね。よいしょ。さあってなわけでレッツゴー。で、クロスに対して、ロイフグセパ結構大事ですね。なんかセパすると、攻めつつ、相手のクロスにプレッシャー与えられるんで、なんか固めると、ロケで処理されたり、なんか、こう、範囲、なんて言うんだろうな。単純に守るっていう動作だけで終えられるんですけど、守るっていう、なんかむずいな。下手から喋るの。なんでんだろうな。まあ、単純に固めるとそこに集中した相手は対応すればいいだけなんですけど、セパするとクロスの前のロイフグも対応しないといけないし、逆サイのターンもね、クロス側からしたら受けたくないっていうので、両方をこう守んないといけないんですよ。まあ、なのでまあそういった面ではロイフグの豚セパね、クロスに対しては結構豚セパで、セパしたら飛んじゃうんであいつ川をね、まあ、その瞬間にタゲが一瞬なくなってタワーに行くので、その瞬間の陸ユニットを出すのは大事ですね。はい。まあ、そんなわけでね、ぜひ、この、ロイフグデッキね、まあ、強いんで、ぜひ使ってみてください。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価、コメントともね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。